タッチ。アキナおいちょ、あ、先生、ちょっとアキナに氷鬼ううやられて。タッチ。アキナさん、その遊びは危険だからやめろと言ってるだろう。もう人を殺すために使われてるんだ。次氷鬼ううやったら退学になるからな。ごめんよる えー、校長です。この度、世界人口が多いとの理由で、政府がコリオニで人を亡くしたらお金がもらえる制度を制定しました。えー、そのため、えー、コリオニで体格になることはありません。以上です。最悪なこと言ってる。マジ、こんなんありか誰がやるんだよ。タッチおいおい、タ助けてくれタッチ、アキナ、お前マジふざけんじゃねえぞ。なあ、アキナの話聞いたえ、何 あいつ氷をやってめっちゃ金稼いでるって。めっちゃあ,あいつ人殺してるってことみたいだよ。うわアキナ来たタイガー、行くぞタイガーあら、タイガ君くん、しタッチ、ね、やめてよちょっと助けてよやってやったよ <laughs> タッチなんでタッチなんでタッチタイガー、大丈夫かはい。先生私、もう、あ、時間が りょう、なんでそんなことは大河は幼稚園からの幼馴染だろ。ごめん。お前ごめんで、ね、済まそうとしてる。お前幼馴染殺そうとしてんだけど。実は俺の母ちゃんが病気になって。<laughs> もういい。二度と顔見せてくんだ。おい、俺の彼女殺してくれたそうじゃねえか。アキナのことむしろ感謝してほしいけど。タッチ。アキナの恨みだ。 お前マジふざけんじゃねえよ。タッチ。みちゃんそして、タッチ。おいおい、ナミどういうことだよあいつがアキナをやったんだぞここは危ない。行きましょう。うん。助けてくれてありがとう。うん。ねえ、タイガ私とチーム組まない。えタッチおーい、やめてくれこれで私たちはチームになったってことで。 よろしく。こちらこそ。ああ、やだよここも危なくなってきた。抜け道を知ってるわ。行きましょう。うん。皆さん、今からマフラーを配ります。クラス入る前に皆さんつけてくださいね。え、何のためにこれをつけると、氷屋にでの立チを無効化にすることができる。授業中はこれで安全なので、ちゃんと集中できますね。あともう一つ、授業が終わったらマフラーはちゃんと処分するように。邪魔じゃね ふんしないといけないのもさ、よくわかんなくないタッチナミちゃん、タッチ。いや、お前、ほんとにタッチタイガー、なんでいや、今、ナミちゃんタッチしただろ。いや、違うんだ。お前、まさか、俺、見殺しにしないような。幼馴染だよな。ナミちゃん、行こう。タイガータイガー、大丈夫うん。大丈夫。 ただあいつは俺が殺すと思ってなくてさあっちへ誰か助けて行きましょうここも安全じゃなくなってきてるそうだね奈未ちゃんどうして俺のことそんなに助けてくれるのーんのうん明菜ちゃんって覚えてるお、あのクソ女ねあどうしたのあの子さ私のずっと好きな人だったの 小学校からの。えタッチ。アキナの彼氏がタッチしたとき、あんたを助けなきゃと思った。アキナを一番愛してたのは私よ。私があなたを復讐するのよ。残念だったわね。あ、りょうくんがあなたをタッチさせたのも私の仕業。<laughs> じゃあね。タイガ。あれタイマーが 聞いいてない演技お疲れ様これで私たちはチームになったってことでうんよろしくこちらこそ奈未ちゃんとチームか誰が？奈未と一緒にいるのか 関係ねえあいつは危険だ <laughs> お前が言うなよ奈未は明と小学校から一緒だ奈未<あ>はずっと明のことが好きだったお前を絶対復讐しようとしてる殺そうとしたらお前が言うなよ母ちゃんが今病気になっちゃって100万必要でそれで奈ミにタイがタッチしたら100万くれるって言うからごめん本当にごめんでも 本当なんだ幼なじみの俺を信じてくれ計画立てなきゃなえ波みを倒す計画うん助けなさいよちょっああ大和うまくいったかおおう完璧よお前死んだふりうまかったなお前こそ なんか泣きそうな感じうまいじゃんういよでもまあマジでマフラー作戦うまくいってよかったわ当たり前よまあこれからもよろしくお